ここまで来たからシリカの店を覗いてみるかな。よう、シリカ、どうかしたか？あ、キリトさん、今日はどうにも売れ行きが悪くて。なんでも向こうの通りで新しく肉まん屋さんがオープンしたらしいんです。へえ、競合店ってやつか。私も呼び込みしてはいるんですけど、やっぱりあまりお客さんを集められなくて。仕方ないって。新しい店がオープンとなればその時ばっかりは客も流れちゃうよ。ですよね。やっほー、シリカ、店の調子を見に来たわよ。おう、リズカ。お店の調子ですか。実はですね、向こうに新しい肉まん屋がオープンしたんでしょ。知ってるわよ。なのであんまりこっちの肉まんが売れなくて。ま、普通はそうなるわよね。けどシリカの肉まんが美味しいのは間違いないし、きっと数日後にはいつも通りになるさ。甘い！な、そうやってあぐらをかいていた結果、新しい波に飲み込まれた人を何人も見てきたわ。ゲームの中のショップなのにそんなに厳しいのか。ゲームの中とか外とかは関係ないわ。利用する人は同じ人間だもの。確かに。リズさん、どうしたらいいでしょうか。そうね、ここは一つ体を張るしかないわ。シリカ、あんたにできる？体を張ること。体を張るですか？不安もあると思うけど、私も協力するから。わかりました。私、お客さんを呼ぶために頑張ります。よく言ったわ。早速準備するからついてきなさい。はい。何をするつもりなんだろう。さあ、いらっしゃい。ジューシーで美味しい肉まんですよ。あの肉まんですよ。美味しい肉まんはいかがですか。カレーまんもありますよ。この装備、肌の露出が多すぎます。ほら、照れてる場合じゃないでしょ。もっと笑顔で呼び込み。肉まん、いかがですか。カレーまんもありますよ。ニコー。ほらほら、笑顔が硬い。あの、なんでバニー衣装なんだ。たまたまモンスターからドロップしたのよ。しかも連続で2つ。別に私が着る理由もないし、誰かにあげようと思ったままだったのよね。まさかこうして役に立つ日が来るとは思わなかったわ。さあシリカ、どんどんお客さんを引き寄せるわよ。はい。肉まんいかがですか。出来たてであったかでジューシーです。お、あの子たちかわいいな。肉まんのお店だって、買ってかない。すみません、一つください。ありがとうございます。お客さんが集まり始めたわ。この調子で頑張るわよ。にはインパクトも大事ってことね。さすがリズさんです。ありがとうございました。やっぱお店っていうのは一人でやるには難しいことが多いのよ。
私も新しく看板を作ったおかげでより前向きな気持ちでいられるようになった。あんたとシリカ二人には本当に感謝しているわ。出過ぎたことを言ったと思っていたから、そう思ってくれるなら嬉しいよ。私もリズさんに憧れてお店を始めましたけど、考えていた以上にいろいろ大変で、ですけど皆さんが支えてくれたから肉まんを売り続けることができるんです。そして肉まんを売ることでお客さんも笑顔になってくれる。お店というのは温かい気持ちが人から人へ連鎖していくものなんですね。人と人、信頼を築けば気持ちは伝わっていくのよ。なあ、店っていうのは単純にいい商品を売り買いするだけじゃないんだよな。そうですね。よし、より多くの人に肉まんを食べてもらうよう頑張ります。ええ、一歩ずつ頑張りましょう。気持ちの連鎖、特にリズとシリカは今回のことでそれを強く感じたんじゃないかな。それこそ本当の姉妹のように強い気持ちを。この二人ならきっとその温かい気持ちを多くのプレイヤーに振りまいていけるはずだ。